死壁を破壊してる。見たことがない、気持ち悪い。普通のモンスターよりずっと。お前ら、俺の後に続け。全部片付ける。私が仕掛ける。援護捧げる、僕の心臓だから。エレン、行くぞ。巨人は一匹残らず駆逐してやる。何かを変えることのできる者がいるとすれば、それは大事なものを捨てることができる人間である。化け物をもしのぐ必要に迫られたのなら、人間性をも捨て去る。何も捨てることができない者には何も変えることはできないだろう。よし。リュウ様、取れたか。うん、バッチリ。ほら、お目当てのドロップアイテム。さすがです、ベル様。地上のマッドビートルの広角を大量に取ってこいなんてクエストを持ち込まれた時はどうなるかと思ったが。うん、目標の数まであと一つ。なんとか終わりそうだね。この依頼の報酬はすこぶるいいんです。なんとしても成功しなくてはなりません。ええ、なんとしてもです。分かってるよ、リリー。とりあえずもう一回手分けをして。おい、出たぞ、向こうだ。行きましょう、ベル様。うん、じゃあさっきと同じ作戦でハント。クエスト終わり。は？ケンキ、アイズさん、どうして？ベル？あなたたち、なんでここに？それはこっちのセリフだと言いたいところだが、もしかしてお前らもクエスト？うん、マッドビートルの広角いっぱい持ってきてほしいって。依頼がかぶった。よりにもよってロキファミリアと。クライアントの不手際ってこと？どっちも報酬はもらえたりとか。いや、普通は先に納品したもん勝ちだろうな、こういう場合。
いけません、許しません。報酬はリリたちのものです。そんなこと言っても私たちが先に集めてしまったんですから、しょうがないじゃないですか。ちょ、話してください。ごめんね、リベリアにレフィーヤと息抜きしてこいって言われたから。俺たちが必死になる依頼を息抜きか。つくづくロキファミリアっていうのはデタラメだな。なんだ、光った。嫌だ。え、今の光、今の感じ、いや、ダンジョンのイレギュラーの時と同じ。これは足音？リリー？走って。何なんだあのモンスター。見たことがない、気持ち悪い。普通のモンスターよりずっと。行き止まり。くそ、やるしか。しっかりサポートしますよ。出たな。力を貸してあげる。やれやれ、終わらせましょう。遅いね。出たな。信じているわよ。ファイヤーボルト。よくやったわね。ご褒美は何がいいかしら。今日も張り切っていこうね。ついてこい。力を貸してみて。ファイヤーボルト。出たな。終わらせましょう。敗北はない。力を貸してあげる。はあ？よくやったわね。ご褒美は何がいいかしら。このモンスター、僕を食べようと。それにあの巨体で速い。こんな、席がない。
どんなモンスターも魔石が埋まる胸をつけば倒せるはずなのに、胴体を切っても頭を攻撃しても効果が。こんなのどうすれば。そこの前伏せろ。お前大丈夫か？怪我してんじゃねえか？いえ、大した怪我じゃ。この人たち、一体あんなモンスターをあっという間に倒すなんて。それにこの格好、冒険者じゃない。本当か？ちょっと見せてみろ。ミカサ、エレン、離れて。この少年は変。え？答えて、あなたは何者？おい、ミカサ、何お前いきなり。見たところ調査兵団ではない。なのに壁外にいるなんておかしい。この人物はとてもおかしい。私たちが壁外活動をしていた時は確かにいなかったはず。どうやって壁外に出たの？ちょっと待ってください。何を言ってるのかさっぱり。ミカサ、巨人だ。囲まれてるぞ。問い詰めんの後にしろ。おい、お前。はい。調査兵団じゃないなら死ぬ気で木によじ登れ。食われるぞ。木よじ登る？食われる？行くぞ。巨人は一匹残らず駆逐してやる。しっかりサポートしますよ。出たな。終わらせましょう。ファイヤーボルト。至福の時間を。これが温泉の効能です。出たな。終わらせましょう。よくやったわね。ご褒美は何がいいかしら。準備はいいか。出たな。信じているわよ。出たな。温泉ファイヤーボルト。どこです？敗北はない。終わらせましょう。遅いね。なんだあの人たち。
が空を飛んでる。魔法？いや、マジックアイテム？しかもあのモンスターの群れをみるみるうちに倒して。すごい。あ、危ない！エレン！スパック！腕を食われた。くそ、ミカさん！ファイアボルト！片腕を食われたまま巨人の頭を吹っ飛ばした。爆薬を持っていたの？でもそんなものはどこにも。すっげえ。てかでもこれでなんとか。うわ、そんな、まだ生きて。ありがとうございます。あなたは一体何？巨人をあんな風に倒すなんて。ミカサ待てよ、もう疑う必要なんてないだろう。エレン、こいつは巨人の敵だ。少なくとも俺たちの敵じゃない。それに片手を食われようが巨人の頭を吹っ飛ばすやつなんて俺は知らない。すごいやつだこいつは。エレンは迂闊すぎる。そんな簡単に気を許してはいけない。気にしすぎだ。おい、大丈夫か？すぐに応急処置を。お前、腕ちぎれてないのか？ベルフの鎧が守ってくれたみたいで。でも鉄鋼が粉々だ。腕がくっついているのが不思議なくらい。早くポーションで治療を。こっちに来て。え？あなたはエレンを助けてくれた。だからその防具、鎧、とにかく服がボロボロ、私たちの装備を渡しておく。巨人から逃げるにはあった方がいいから。何なんだよあの怪物は。巨大な狼、おとき話に出てきそうな魔物じゃないか。あ、そんな刃が。アルクスレイ。対象はなさそうです。その様子だと冒険者ではなさそうですね。冒険者、どこか打ち所でも悪かったんでしょうか。いや大丈夫。それより教えてもらえませんか？ここはどこで、あの怪物は何なのか。それに今あなたが出した光の矢のようなもの、あれは一体。魔法ですけど。魔法？そんなバカな。ますますおとぎ話地味できた。僕本当に打ち所が悪かったのかも。
あまり容体が芳しくないかもしれません。確かに。また怪物。とりあえず話は後です。アルミン、アルミン・アルレルトです。わかりました。まずはここを離れます、アルミンさん。はい。